皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう外交関係の予定が目白押しの安倍晋三内閣総理大臣65身玉は12月23日から25日の訪中だ。 桜を見る会をめぐる問題が紛糾する中、特殊地回復を狙っているのだろうが、実はこれまで安倍外交は成果らしい成果を上げていない。今回はアメリカとの外交がうまくいっていない理由を、東京大学教授の鈴木信弘氏に解説してもらった。関連記事、実は成果ゼロの安倍外交ロシアが北方領土を返すわけがない。 日米貿易協、日本にとって不公平な内容です。特に牛肉。現状38.5%の関税を9%まで急激に下げるばかりか、低関税で輸入する枠が追加されて TPP を超える水準。カナダなどからの牛肉輸入が急増する中、日本の畜産農家は悲鳴を上げています。トウモロコシも275万トン、誰もいらないのに、 無理やり交わされる。逆、日本からの牛肉に対する関税撤廃は保護にされていますから、日本には TPP 以上に譲らす。アメリカは TPP で約束していた関税撤廃すらやらないということは明らかです。しかも、日本にとって唯一のメリットと言われていた自動車輸出関税撤廃の対象から除外されています。日本にとって非常に偏無的な トランプ大統領の選挙対策のためだけのつまみ食い協定なのです。そもそもこの WTO 違反なんです。自動車の完成品と部品だけで日本からアメリカへの輸出額の4割を占めています。今回のようなそれを含まない形の協定は二国間協定に関する実質的にすべての貿易について関税引き下げとなるものでなければいけないとするルールに 明確に違反しているんです。それを、貿易の6割くらいを対象にした協定で、いいじゃないかとしてしまえば、世界の貿易ルールが崩壊しますよ。週刊フラッシュ2019年12月31日。